はい、すいません、前回は大変失礼しました。今日からね、本格的に心を入れ替えていきましょう。さて、ブラックバック野生大解放ですね。激ムズ初見でやり、あ、待って、これ違うので、すいません。まあ初見ですが、一応そこそこガチなメンツなので、まあ多分いけるかと思います。うん、はい。ギミックがね、まあまだ全然見当がつかないんですが、あれ、難易度難しいあたりでギミック出てくるんだけどね、確か。で、難しいやってて、強いてで厄介そうだったのがこのチーター、キングチーターだね。まあインド像もね、いや、硬いんだけど、硬いだけだと思うんだけどな。まあ、やってみないとわかんねえな。ミミちゃんランダムでちょっと打ってみて、どうなるかだね。姉チーターが一番攻撃力が高かったので、一番最初、硬っ！嘘だろ！ちょっとめんどくさ！しかも自動回復入ってるし、あ、でもインド像があれだけ削れてたので、ん？姉チーターだけか、硬いの。いやー、まあ、火力はそこまでないので、それは救いですけど、アドちゃんもバフミラクル入ったらきついか。ちょっと情報がもっと欲しいな。で、オーダーを変えます。まあ、いっか。まあ、初見とはいえ、ちょっといろいろ警戒していきましょうか。ただ、アドちゃん、インド像もいるもんな。インド像回復だもんね。ああ、きついな、この編成。よし。とりあえず、一人倒そうかな、コーラス。そこそこの耐久力はありますが、あ、いけるか？あ、いったね。おうおう、でも、あ、やっぱ、他の子は全然通りますね、ダメージ。ってことは、誰かが、姉チーターの、耐久のトリガーになってるのかな。誰か倒せば解除されるかもしれないですね。だから、アネチーター残すか、最後まで。それか。の方が得策だよな、多分。一発でいけるかな、インドゾウ。はい。で、次誰倒すか。ロコリン、オラン、どっちにしよっかな。ロコリンにするか。多分そこまで気にしなくても、まあ、ロコリンとオランウータンは厄介ではないはず。あれ？なんか、マジ？他のやつは全然厄介じゃねえっていうか、ナイス。なんか、やっぱ、アネチーターだけ、非常に強いよな、これ。このクエスト。これ残したのミスかな。でも誰かが、あれだもんな。まあ、いいや、とりあえず倒すか。一人だけ別格ってことか、このクエスト。さあ、これで、オッケー、倒した、ロコリン倒した。ただ、ロコリン倒しても、あれが、インフォデメッセージ。あれ、インフォメッセージ出ねえじゃん。どういうこと？ちょっと待って、やべ、強すぎだって、それ。そこでさらに火力上がるのかよ。は？いや、ちょっと、解除してねえじゃん。なんか、自分で解除しなきゃいけないのか。これ、ブラックバック、そうだよね。4段目解除だもんな。積んだこれ。下がってないもんね、火ダメ。現象。これいけるか。あー、それか、スリップダメージとかあるか、毒とか、そうやって倒すのかな。いや、姉さん恐ろしいな、おい。これちょっと今回だいぶ厳選されるんじゃないか、編成。状態上不要から会場持ち。まあ、とりあえず4ダメだけでも減らせればいいか。オッケーですね、これで。あれ？めっちゃ食らってんじゃん。あ、倒した。どういうことだよ、もう、ほぼ全部の予想が外れたわ。じゃあ普通に姉チーターだけ最後残して倒していけばいいのか、これ。まあ、多分それだけだったら相当優しいレベルじゃないか、今回のクエスト。それか単にたまたまうまくいったのか。なんか初見だと全く役に立たないよね、攻略方法とか。ま、いや、今回はね、まあ、サーバル尽くしの編成でやってみたかっただけなので、私。はい。まあ、それも中途半端だったんですけどね。